どうも、天ぷらです。袴です。かぶとです。忍びです。藤山に、いや藤山以外の芸人に、いや根立てすなわちのどにいたずらを仕掛けちゃいましょう。過去に藤山にやったいたずらを根立てすなわちのもに仕掛けようシリーズ。シリーズだったな。今回はじゃんけんをした時に根立てすなわちのも以外の腕が取れたらいましたね。はい、こんな手を用意しましたよ。リアル。シリコンかな。すごいリアル、この手相まで。ダメ最初はパーで行こうかみたいな、誰が勝ってるかアイコなのかを確認してから次行こうっていう、一、はい、回静寂の間を作ろうみたいな方に持っていきます。その時にポトンと落とすと、最初はパーじゃんけんぽいそんなわけねえって瞬時に普通の人間だったらなりますね。でも彼だから期待しちゃうな。期待しちゃう。彼をだからどうやってじゃあいたずらをするかというかじゃんけんをするかに持っていくかですよね。ですね。ガチャポンをしたら、はい、ネタですなわちのもの私物だらけだったらかい、はい、あの時の最後ですよね。じゃんけんだっけ、あっち向いてほいだっけ、あっち向いて、あっち向いて、ね、なんとか勝てたんで、はい、靴はもう俺は覚悟してたけど、はい、で今日もその流れに持ってきますよ。やろうぜ靴じゃんけん。はい、はい、ネタですなわちのもが来たら靴じゃんけんだろうと、今日は眩しかいだと、はい、靴だけじゃんけんしようそんな意味わかんないですよねなんで急に呼ばれて先輩にじゃんけんして靴呼ばれてもどっちが、まあ、だけどまあ、はい、そんな呼ばれて2分の1の確率で俺靴またあげなきゃいけないのかよ、もうかわいそうだが、から、はい、分かった OK、 ここでお前含めて4人いるよなと、はい、まず4人でじゃんけんして、はい、負けた2人がその靴をかけて、はい、あっち向いてこいやろうよと。なるほど。そこで勝てばお前は今日は免れるよ。で実際にやろうや。ほう、本当に負けたやつは、はい、この後追ってってれやって、はい本当にえこれてってれだけなんすかってなるよ。あいつは最悪あげることになるよ。うわ、ジョッキーの嘘練習、濡れてもいい安い靴、はい、支給していただいて、ドンキで1000円です。うん、はい、それ入ってきました。やってるよ。やってる。前回はもうね10万ぐらいの靴履いてましたけど、今回1000円なんで。良くないんですよ僕は本当に。あ、ゴルフシューズだ。はい。本当に良くないです僕は。ちゃんと結構いいやつです。はい、そうですそうですそうです。さあ始まりました寿司企画、天ぷらです。袴です。かぶとです。忍びです。ネタですなわちのもです。おお。覚えてくれた。ありがとうございます。覚えてくれたね。眩しかいようこそ。いやー眩しますよ今日は。もう、はい、もう眩しかいって言ってたらもう絶対違う。じゃ眩しかいのマジでマジで。一回も眩されてないですまだ。じゃだから眩しかいなの今日。もう覚悟、いやもう覚悟してる。なんで今日呼んだかっていうのは、うん、ザ・セカンド辞退してください。なんでなんですか。辞退してください。応援してくださいよ兄貴。いや、辞退してください。辞退って何なの。そしてトータルテンボスを推薦してくださいトータルさんが落ちて俺たちが出ることは許せません。あのトータルさんをあの上げてあげてくださいって言ってください。やいや俺ら東京の若手は複雑っすよおい嘘だろっていう。いや大将って思ってましたもん。いや残念だった。かわいい顔なんだいやそこはいやいやこればっかりよマジで。さあ、しゃあない。でもそれはもう俺はしゃ分かった。もう諦めるから、はい、頑張って優勝してくれ。あ、これはもう頑張ります。あ、絶対ここでもうみんなも多分ネタですなわちのもがいる、はい、リコ将棋応援してくれると思うから。すいません、応援よろしくお願いします。ね、応援してあげましょう。これはね、これはもうマジで頑張ります。はい、はい、今日呼んだのは、はい、前回、はい、靴の応募が結構来ました。え、
来ました。はい。いや、正直、来ないでくれって思って、いや、来たんですよ、やはりね。いや、でもまあ負けたんで。で、今パッて見たらさ、はい、その靴履いてんだよね。いやいや、だって待って、まだ履けるこれしかないですマジで、マジで本当にこれしかないんで、取り上げられたら本当ないんですよ。だからまだ買ってないよ。あの領収書で買ってもらった靴は紳士靴。あれサンダルっすもん。あ、サンダルなんだ。あれサンダルなんですよ。サンダルを以前あげた時にサンダルを買ってもらって、それで帰ったんです。そうっす。だからないんですよ。事実上今これだな。マジでこれ。なんで勝負しちゃったの。いや、兄さんが言ったんじゃない。やるかって言って、いや無理ですよって。いやいや、いや、やるかって言ったらやるでしょ。靴、靴あげただけで兄さん喜んでくれるなら。じゃあどうすんの今日さ。まあ、これはもうやること決まっちゃったけど、はい、今日来たからにはもう一回やるかって言ったらどうすんの。いや、ないって。じゃあもう靴ないのよ。じゃあ やんないの。いや、え、やんないの。何をすか。その靴をあげるじゃんけん。いや、あの、あっち向いてこい。やるよ。ねえんだろ。ねえんだろよ。なんでだよ。買うよ。買ってよ、それもすぐ差し上げるわ。ノコだけトレーナーにする。あ、もうこれ絶対ダメ。これはあげれない。これも絶対ダメです。ほんと好きなんだ。これはもう絶対ダメ。だってまぶし会じゃないですか。まぶし会だから。だってまぶし会で靴あげるは結構厳しくないですか。今日違う靴履いてくんのかなと思って。ああ、そういうことなんですか。じゃあそれで勝負するっていうまぶし会を今日用意したけど、同じ靴で来てまさかのね、延命処置のその期間をずっと履いてるんだって知らなかったから。毎日履いてますよ、これ。これあげた後は買おうと思ってたんで、うん、それじゃあもうそれかけてやるの。予約で。予約でもうやるの。借金みたいになってやるって。早くやろうぜ。すぐ買うんだよ。OK、もう分かった。そこは俺たちもちょっと心痛むから、はい、いきなり勝負でもう2分の1で、2分の1勝てばあげなくて済むんだけど、はい、2分の1あげることになっちゃうわけじゃん。4人でじゃんけんして負けた2人でやるってどうよ。あ、いや、これはよ、うん、全然チャンス広がります。そうそうそう、はい、4分の1になるから。いい靴履いてるもん、みんな。ただ、いくらか知ってる。この天ぷらさんが履いてる靴で、これいくらっすか。1000円。おい。なんだよこれ。おい、ジャステイブってどこの軽、なんすかこれ。ずるいっすよこれ。いやいや、こうなる展開かも知らなかったんだけど。じゃあ俺が負けたらいいよ。あの、この前履いてたこの穴履いてていいよ。あの、高いやつ。俺が負けたら、あ、なんかブランド品でしょ。マルジェラ。あれいいっすか、予約。マルジェラでいいよ。予約。マジですか。マルジェラでいいよ。ただ、2、3年履いちゃったよ。あ、これいいやつだ。ほんと最近買ってるんですよ。いや、そうだね。ほんと最近買ってる。マジで綺麗ですね。靴は他にはないよ。あー、いいの。やるよ。楽しくなってきましたね。まずはじゃあ4人のじゃんけんだ。オッケーです。ここで勝たない。予選でしょ。何利き、何利き。僕右です。右、右です、右です。よっしゃ、じゃあ利き腕じゃねえじゃんけんにしようよ。意味わかんねえって。なぜ利き腕じゃないじゃんけん。他人じゃ、言ったら利き腕じゃない方って、はい、他人に委ねようぜ。左手でしこったらやってもらってる感じするだろ。する。だからやったことあるよ。あると。ある。いけなかった。よっしゃ、負けねえぞ。よっしゃ、左、左だよ。やりましょう。左だよ。確かにやりづらいっすね。オッケー、負けなさい。よっしゃ、最初はパーだ。なぜで最初は、最初はグーの姿で終わったんだよ。意味わかんねえって。最初はパー、最初はパー。おう、じっくり勝負が、あれからもうテンポ悪くてもいいからじっくり勝敗決めようぜ。最初はパー、最初はパーですか。ちょっと、最初はパー。そう、最初はパー。じゃんけんパー。わーい、ザヤー。おい、何やってんだよ。やべ、またか、またか、またか、おぶれ。あ、ハマった。じゃあハマったじゃないよ。俺のだ。何やってんだよ。何やってんだよ。じゃあないよ。ウーパールーパーに入ってだよこれ。マジで。なんだよこれ。ちょっともうマジでいい加減して。てってれー。てってれじゃないっすよ。おもちゃだったのさ。おもちゃ。俺たちの手がおいこぼれたわけじゃないのさ。分かってるわそんな。
何してんすかマジで一瞬どう思った？いや、びっくりしましたね。なあ、いや、なんで、いや、俺だけ守られたと思ってその何かによって俺行かれてない何かによってこの3人はだからそう、何かでなんと垂直系統が分かんないけど俺だけ大丈夫だったんですよ、一瞬一瞬見たそう一瞬見たそうもろともじゃないですか、普通4人もろとも4人もろともじゃなくてもろともじゃねえのかよ俺だけなんでと本当にもうでもやるっきゃねえだろ、本当のやつ当然だろ使われねえよ、新しい靴ももう、俺のも天村さんに今言ってじゃあ4人あ、ですよね、ですよねですよね、よっしゃそれね、ニューバランス、マッチマジかよマルシェだまだ見ぬ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 まだ新品じゃねえかいや俺もさすがにそのいやだからあのその1000円の靴とかそれはさすがにさらにでもそんなにいいいや俺はやっぱあの基本オールスター履いてるんでそれでもいいですよねだって新品オールスターってことでしょじゃあそうっすもう大丈夫大丈夫これちょっとやっててもいいんだろ邪魔すいませんもう本当に勝つ本当に嫌だから最初は最初パー、じゃんけんぽい！うわぁ！そう なんでしょ？なんでだよ、俺もうあげだよちょ、マジでもうあげだよちょ、待って待って今あげだよもうあげだけチャンスあげたのに一負けもう2分の1よ最初パー、じゃんけんぽい！うわぁ！よしこれは頼むよ買ったばっかなんだっていう気持ちが強ければ多分俺負けるようん本当に欲しかったお前が負けたら多分そこまで好き気に入ってないってことなんだからそれはおそらくいや気持ちで言ったらだいぶ強いですよじゃあ勝ちますじゃあ絶対勝ち大丈夫本当に気持ち強いですから絶対マルジェラマジェラマルジェラだこれマルジェラよっしゃ最初はパーじゃんけんぽいYou look